全国のドローンを愛する皆さん、こんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。ようやく寒くなってきました。クリスマスらしくなってきた。クリスマス寒波がそろそろ来るとありがたいなと思ってるんですけども、バックカントリーに行けて大自然の雪山をドローンで撮影することができるので、それも楽しみなんですよね。まあ、とはいえ必ず航空法に基づいた飛行をしているわけなんですけども、そこで皆さん1年包括、経路指定あり、さまざまな形でドローンの許可承認いただいていると思うんですけども、許可承認をいただいた後は必ずやらなければいけないのが実績報告書です。今ご覧いただいているのが実績報告書の鏡というか、一番最初のところですね。これともう一つ、この実績報告書に合わせて詳細の飛行ログを報告しなければいけないんですけども、その報告の仕方を今回は説明していきたいなと思っています。今ご覧になっていただいているのが飛行の日時等と、いわゆる飛行ログを報告するフォーマットなんですけども、左から年月日と、飛行させるものの氏名、飛行概要、飛行させた無人航空機、離陸場所と離陸時刻、着陸場所と着陸時刻、そして飛行時間、今までの総飛行時間累計ですねを記載するというものなんですけども、こちらなんですけども、飛行概要、まあ何かなかったとしても、まあ僕の場合は講習会で飛ばすことが多いので、講習会で飛ばしたと書いておきますね。飛行場所も住所、まあ離陸場所、着陸場所も住所を書いて、時刻も国名に記述しておきます。累計の時間に飛行時間を足して総飛行時間とするというような形ですね。まあ飛行の安全に影響のあった事故というのは、まあ、たまにバードアタックなんかがあった場合は、空から鳥が接近してきたとかですね、そういった記述も書く必要があると思います。まあこういった形で一つ一つまめにね報告をするというのもいいですけども、僕の場合はだいたい一月に1回ですね。これどういった形でやってるかっていうと、基本的には DJI GO 4の飛行ログを転記するという形です。転記が終わったら早速 DIPS にログインをしていきたいと思います。はい、ログインが完了しました。この真ん中から下の緑のところ、ここが報告なんですけども、電子申請で基本的には考えてますので、今のところは電子申請をクリック、左側ですね、してください。そして承認を得てから369満了と終了の日という形でセレクトしていきます。その次が飛行許可証を選択ということで、複数の飛行許可証を持っている場合はこの中に項目が選べますので、選んで追加のボタンをクリックしてください。今ねこれ追加のボタンクリックしてないでやろうと思うとエラーが出ますね。はい、エラー出ましたね。これは飛行許可の選択をしてね、はい、追加とボタンを押さないとダメだということですね。で、先ほど記述した飛行ログ報告書ですね、ここで、はい、選んで添付して報告すると、これで終わりです。意外と簡単なんですよね。はい、いかがだったでしょうか。今回は DIPS に飛行報告書を報告するというやり方を説明していきました。1年包括で取っている場合は3ヶ月に1回の報告書の提出が必要になります。またその報告書の提出期限というのは、その3ヶ月ごとの区切りから1ヶ月以内ですねに報告をしてくださいというものでしたね。風の強い季節になりました。ドローンを飛ばす際には風には十分注意してください。また雪が降る季節ですので、景色が一気に変わりますよね。そういった時の風景を撮っておくと、後でいい思い出になったり、動画を編集する時のアクセントにも使えたりするので、ぜひチャレンジしてみてください。それでは最後まで動画にお付き合いくださいましてありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは。